んにちは。今日は日曜日ね。はい、毎週日曜日手抜きデーでございます。今日はこちらですね。はい、いきます。こちら三元豚のバラ肉ですね。これがジンギスカンの、ジンギスカンですね、肩で、こちらのお肉が牛バラカルビで、こちらはせせりですね。はい、でこちらが牛の横隔膜です。スーパーですね、今日も。はい、でこちらが、はい、ぼんじり。はい、でこちらがせせりで、こちらがハラミ。はい、あとスーパーのね、はい、お寿司。そしてね、こちらですね。はい、私がもう今日どうしても食べたかったこのね、ホタテ。見てください、この大きさで300円、プリップリ。これをね、バターでね炒めて食べていきたいと思います。すごいんですよ、この貝柱のね。これで300円ね、安いですね。北海道のホタテ大ぶり。はい、とね、こちらはスーパーのサラダ。はい、でこちらはスナップエンドウとオクラと菜の花のごま和えですね。はい、あとね、野菜ちょこっと、はい、大きな椎茸とね、新玉ねぎ。こちらでね、今日は、はい、手抜きの日ですので宅飲みしていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ひめりんごです。今日は手抜きデーでございます。はい、そしてね、もちろんスーパーのお惣菜が、お惣菜というかスーパーで買ってきたものばかりなんですけど、やっぱね、今日はね、ちょっと先ほど見せたようにこのホタテね、大きなホタテをね、ちょっとね動画にしてみたいと思いますね。はい、早速ね焼いていきたいと思います。すごいですよね、これね。見えますか、これ、これ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 、はい、ひも、もうほら、これちょっと焼いていきます。じゅわっとね、じゅわっと、ほら、全部が大きいの、こんなに、こんなにね。あー、すごいすごい、すんごい、これね、楽しみ。焼いていきますね。焼いてる間にね、もちろんこちらでですね、参拝させていただきたいと思います。あー、泡だらけになっちゃった。あららららららら、らちょっとね、泡だらけになっちゃいましたけどね。はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。乾杯。ホタテを焼いてる間に、はい、今ね、こんな感じでね、美味しそうにね焼いております。バターの香りが最高。はい、それではね、焼きましたのでね、ちょっと今醤油を垂らして食べていきたいと思います。いただきます。もう食べきれない。こんなね、刺身で食べれるようなホタテがね、
こんな大きなホタテが300円とはね、本当に素晴らしい、美味しいですね。どんどんね食べていきたいと思いますね。美味しい。はい、そしたら焼肉いきます。牛の横隔膜ですね、こちら。はい、三元豚、そしてなんだっけ、これがジンギスカンですね。はい、ジンギスカン、牛のカルビね、どんどんいきます。はい、セセリ、はい、ホルモンね、これをね焼いていきたいと思います。はい、それでは焼肉が焼けてきたので、はい、牛の横隔膜ね、いきたいと思います。うん、飲み込みたくない、飲み込みたくない、おいしい、うん、聞いてね。あ、いろんなね、もう焼いちゃう、うちはねもうズボラなんで、私がねいっぺんに焼いちゃいます。こちらはねちょっとちっちゃいけどね、これがジンギスカンですね。うんうん、じゃあ三元豚、いただきます。食べてどんどんね、うん、脂が甘い。私はセセリが好きなのでね、セセリをいきたいと思います。ビールが進む。うん、うん、おいしい。どんどんね、どんどん食べていきますよ、もう本当に。はい、いきます、いきます。そして、はい、今ねもうとうとう野菜炒めみたいな、野菜炒めみたいになってしまいました。玉ねぎ入れたり椎茸入れたりね。はい、そう、今ねちょっと今度第2回戦ぼんじりいきます。酔っ払いましたけどね、ビール飲みすぎて。いただきます。やわらかい、うん、あ、おいしい。うん、ほんでなんと野菜もね食べなきゃいけないんですけどね、いろんなサラダとかね今つつきながらお肉と一緒に食べてます。うん、うん、まだね焼かなきゃいけないんでね、ちょっとこの辺でね、はい、ということで、はい、今日は焼肉だけどもメインがホタテというね、はい、サムネの言う通り、北海道のねホタテ、見ていただきましたでしょうか。本当に甘くて美味しかったです、本当に。はい、今日はね焼肉やりましたけど、ホタテをね、北海道のホタテを見てほしくて動画にさせてもらいました。本当にね最後までご視聴ありがとうございました。まだまだねこれからね飲んでいきたいと思います。はい、日曜日ですので毎日ですけど、はい、ではでは、またね次回の動画でお会いしましょう。ひめりんごでした。